俺さ、YouTuber なんだよ。あ、そうなんだ。10万人いった。すごい。ありがとう。やった。やっぱいつも持ち歩いてんだよね。嬉しくて。クソダサいね。ダサい、おい。いやいや、ダサくないじゃん。その、頑張ったんだから。ヘガトキキです。準備です。あ、チャイルです。あ、チャイル。自由だな。あ、今日の企画は。銀の盾を持って。ナンバーしてきた。なんで裏取ってんの？今日は YouTube っての10万人いったら銀の盾っていうのをもらえるんですよ。まあそれがまあ一つのまあ称号じゃないけどステータスみたいなもので、それを使ったらねナンパできるんじゃないのっていう言ったら、このこれも10万人の証みたいな、水戸黄門の門戸が目に入るから、はい、福岡にね行ったタイミングでこれを撮影してきましたので、いつもの東京の感じ違う感じかなっていうのがあるよね、うん、福岡の人だからめちゃくちゃ違う、わりかしそこもちょっと注目していただいて、はい、見ていただけたらなと思います。あ、行くぜ。はい、ジャストイ。はいはい、うん、はい、ということで今日はじゃじゃん、銀の盾持ってきました。しかも久々の福岡での撮影でございますということで、福岡に伝えた方がいいんじゃない、やっぱ10万人行ったぞってことを、はい、やっぱ伝えたから大きい声で伝えた方がいいんじゃないかなっていう、もう上がっております、これ人、微妙っちゃ微妙なんですけどね皆さーん、10万人行きました。10万人行きました。拍手お願いします。あ、拍手します。あ、拍手お願いします。あ、ありがとう。すいませんすいません、これ分かります？10万人来ました、YouTube。 はい、おい、10万人 YouTuber なんだけど、トロって、あ、親子ですか？今度3人でデートしませんか？何か、じゃあストップストップストップ、俺10万人登録いった YouTuber なんで、これ分かる？銀の盾だよね。まあ分かってると思うけど、LINE 教えて。おお、LINE 教えて。シンプルパターン。あ、普通に普通にこれ10万人だから、すげえから。だから普通に、ほらそう。LINE 教えて。LINE 持ってない。LINE。あ、すいませんすいません、これ分かる？俺 YouTuber なんだけど、10万人登録いる証拠。銀の盾って言うんだけど、俺すごいんだよ。俺すごいんだよ、分かる、はい、俺すごいから。で、お姉さんも綺麗だから銀のようにね輝いてるし。最低だなお前。だから LINE 教えて。あ、大丈夫大丈夫。ダメ？すごいんだけどな俺。すいませんすいませんすいません、あ、ごめんなさい急に。僕です、元気って言うんですけど、目が綺麗だなと思って声をかけてしまったんですけど、じゃじゃん、なんでしょうこれ。 YouTube のね。あ、そうです、俺さ YouTuber なんだよ。あ、そうなんだ。10万人いった。すごい、ありがとう。やった。やっぱいつも持ち歩いてんだよね。嬉しくて。クソダサいね。ダサい、おい。いやいや、ダサくないじゃん。その頑張ったんだから、まあまあまあ、 LINE 教えてくれたらこれあげる。なんでなんで、あ、これに釣られた女みたいになるから結構持ってるけど俺すごい、ダメ、まだ10万人いるからね。いや、俺、楽しませるから楽しませるからさ、マジウケる、うん、やっぱ楽しいね。10万人いるんだよ。大学生？社会人でしょ。社会の厳しさ教えてやるよ。もういい。これが社会の厳しさ。あ、これ×ってました。こんにちは、元気です。すいません、ちょっといきなりあれなんですけど、じゃじゃん、わかるこれ、有名人なんだけど有名人、めっちゃ引いてる。まあね、だからまあ今度はそうだ。好きな YouTuber いないの？スカイピース。まあ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 、いいねいいね。友達友達友達。まあ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 、だから今度は遊ばない？大丈夫か？あ、無言ね。無言でこれあるからっていう感じの空気方。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいよいいよ
この人ちょっとね、ここにね、今綺麗な人がいるんで、あ、ちょっといいですか。いやー、いけんの。あ、来た、すげーな。This is QR code. This is Q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  R. Yeah. あ、 YouTube 好き。何回も好き。ゼロ。一瞬で。Thank you. 交換した。一人。まあ、QR code。I am a YouTuber. No words. I wanna be friends with you. Wow, すげえ。10万人です。Hey girls, 10万人だ。知ってんだ。知ってんだ。まあ10万人行ったし。これたまちょっと 手鏡として持ってて、まあ、自慢したいわけじゃないんだけどまあ俺のタイプの子がいたからナンパしよっかなと思って二人で遊んでるでしょ。だからまあ今日は邪魔しないよ。だから今度二人で遊ぼうよ。いやだもん。10万人だよ。どうでもいい。ちょっと待ってそのまあ10万人どうでもいいんだ。じゃあまあ年収はどうでもいいってこと？はい。え？年収じゃないことは。お金の給料を伝えて。銀の盾ナンパしてこの年収牛下り、うんうんうん、の時の女性の反応はちょっと怖かったね。っ女は数字に弱いぜ。本当にな。結局多分でもナンパで年収言わないからねあんまり。まあ元気さんの年収に関してはガチですけど、僕たちの年収に関してはもうやばい。虚構で本当に大変なこと。毎日年収なんて言ったのね。年収なんて言ったの。年収何千万かじゃない。年収あの計算で言ったら3000万ぐらいもらってるでしょ。いやもらってないのよ。そしてこの動画はですね、コロナが言われる前にちょっと前に撮ったものなので、やめてくださいね。皆さんはお家にいてください。はい。ありがとうございました。バイバーイ。あ、ごめん。すみません。実は俺本当にユーチューバーで今撮影してたの。実はこれを見せびらかしてナンパするみたいな。本当に俺ユーチューバーなんですよ。実は。で、今この銀の盾を使ってナンパするって企画やってたんです。実は。やってたんですけど、これ上3人撮ってあ、やばめっちゃ上、実はあっちの上で3人いるじゃん。やだ撮ってるんですけど、あそこでさ、見える上の方で、うん、上の方で入ってる。声はこっちで撮ってる。マジすごいいやらしい人でしたか。ごめんね、怖かった。大丈夫。これ変な見せ方しないんで使ってもいいですか。いいですか。ありがとう。いやこれいや大丈夫。顔こうやってやるから。あ、ありがとう。ありがとう。またね。これ映像とか使っても大丈夫ですか。OK ですか。ありがとうございます。ありがとうね。ごめんね。映像使ってもいいですか。はい、お願いします。え、はい、大丈夫。ありがとう。おー、チャンネル登録してほしいよ。ハバナアイスデーイエーイ。おー、いけないじゃん。